あれ？何か抱えているけど、あれって、あ、赤ちゃん？あの人って子持ちだったの？しかも二人も。一体誰との子供なのかしら。立ち入った話になってしまうし、深入りはしたくないけど、この場合はとりあえず祝福すべきなのかしら。話しかけられちゃった。赤ちゃんの母親はどなたですか？まさか私の知り合いではありませんよね。え、誤解？この子たちはケーキ屋さん一家の赤ちゃん？クリスマスで忙しいから世話を任されて預かってるだけ？そうですよね。私では早とじりしちゃってごめんなさい。男女の双子なんですね。二人してあなたの方を引っ張ってかわいい。え、私の服ですか？これは衣装なんですよ。夜に子供合唱団と一緒にステージに立つ予定なんです。そうですか。私には派手かと思っていたので嬉しいです。あなたに褒められると顔が熱くなってしまいます。って、ああ、赤ちゃんに顔を引っ張られて痛そうです。鼻の穴に指が。二人の赤ちゃんの手で広げられて顔が変形していきます。あの赤ちゃんのお世話お手伝いしますよ。ステージまでまだ時間がありますから。一人は私が抱っこしますね。あれ、どうしたんですか？急に泣き出して。私が抱っこしたからでしょうか。どうしましょう。まるで火がついたみたいな泣きっぷりです。もう一人の子まで釣られて。よしよし、大丈夫だよ。怖くないよ。あの、近くのギルド管理協会にお邪魔しませんか？静かで落ち着ける場所に連れて行ってあげましょう。泣き止んでくれませんね。こういう時はどうしたらいいんでしょうか。さすがに経験がなくて。え？依頼主から渡された対応メモがある？よかった、見てみましょう。まずはおむつの不快感を確認してくださいですか。ではおむつを変えましょう。まずは男の子ですね。でも私おむつを変えたことがないのですが。さすがです、手際がいいですね。もう汚れたおむつを脱がせて。あ、男の子の大事なところが見えちゃう。間一髪で目をつぶることができました。って恥ずかしがっていたらお世話なんてできないですよね。次は女の子ですか。そうですね。ダメです。女の子のおむつは私がやります。絶対見ちゃダメですからね。今あなたがやったようにすれば。おとなしくしててね。綺麗にしてあげますからね。ここをこうすれば完成。よかった、どうにか泣き止んでくれました。ミルクもあげ終わりましたし、一段落ですね。それにしても赤ちゃんのお世話って大変なんですね。これで少しは平和な時間を。え、あれ、どうして？男の子の方が崩れ始めてます。よしよし、お昼寝の時間だよ。ねんねしようね。また泣きわめいて。どうしましょう。転生して女の子の方まで泣き出してしまいました。え、私が子守歌を歌えば
おとなしくなってくれるかも、ですか？なるほど。それなら、私でも力になれそうです。赤ちゃんへ向けてなら、恥ずかしさで歌えないということもありませんし。では、行きますね。ラーラーラー、ラーラーラー。はあ、赤ちゃんが眠ってくれました。よかった。寝ちゃってる。このままじゃ風邪をひきそうだし、毛布をかけてあげないと。はい、どうぞ。お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。それにしても、クリスマスに人助けだなんて。困ってる人を見ると本当にほっとけないんですね。あなたってとってもあなたらしいです。そういうところすごく素敵だと思いますよ。一緒にいられるんだから、こんなクリスマスも素敵ですね。メリークリスマス。